ユ爪ツメ動物、ユ爪ツメ動物、ユーソウ動物は、ユ爪ツメ動物門に属する動物の総称。節足動物とカンフ動物に類縁と思われ、共に、反節足動物を構成する動物門の一つである。原生のユ爪ツメ動物としては、カギムシモク、ユナイコファーアに属する、森の落ち葉の下などに住んでいるカギムシ類の実が知られている。学名、アニコファアは、 爪を持つものを意味する、ギリシャ語、ニュープシロンクサイイコール爪、ファイロオメガイコールある、持つ。これは、本群の爪を持った足にちなんでいるが、近縁である、寒腐動物と、節足動物の足も爪を持ち、有爪動物のみに、特有の派生形質ではない。同期的な大切性、関節指摘でない派足、柔軟で、関節構造を持つ口クラなど、 原生反節足動物の祖先と思われるカンブリア期のハーシ動物の祖先形質を明瞭に備えており、ウツメ動物は生きている化石の一つとして知られ、反節足動物の初期系統発生と節足動物の起源を理解する研究に重要視される原生動物門である。体は柔らかく細長い、やや腹肺に扁平、背面は盛り上がり、 覆面は平らになっている。全身がビロード状の柔らかい皮膚、口らに覆われ、発水性を持ち、無数の関係の筋に細分される。カギ虫の英名、ベルベットワーム、ベルベットワームはこの特徴にちなんでいる。体色は種によって、赤活色、青、黒、黒脂色など様々である。頭部の前方には一体の触覚があり、その基部には単眼がある。 頭部の下面にある口と付属紙に由来する一体の顎はリップパピリーというやや放射状に並んだ一連の柔らかい突起に囲まれる。顎の前には歯を持った下らしい構造を持つ。この部分はしばしば上唇と呼ばれたが、これは節足動物の上唇とは相当器官ではない。これらの後期の側面には粘液腺の開口として用いられる一体の 感情付属詞、オーラルパピリー及び、スライムパピリーがある。頭部以降の胴体部には、体を成す、多数のハーシラバパッドという付属子が並ぶ。ハーシは円錐型に突出し、関係の筋に細分され、先端には一体のハリズがある。胴体の末端は付属子のない突出部を持ち、肛門がそこに位置される。生殖口は、最後の付属子の間の覆面中央か。 もう一つ前の付属子の間に開く。呼吸は気管によって行われる。体表のあちこちに気門が開き、その内部にはフラスコ型の気管脳がある。気管はここから2から3本が体の内部へと伸び、それらは互いに融合することがない。はしご形神経系を持ち、脳はそれぞれ触覚と顎に対応した前大脳と中大脳という二つの脳神経説からなる。 胴体部の腹側には一体の神経柵が走り、節足動物と寒腐動物のに比べると、神経柵の間隔は広く、付属種及び大切にあたる部位は、神経節のように膨大することはない。神経柵の両側は、頭部の肺側まで囲んだ一連の神経根が、並んでいる。カギム虫は、雌有遺体で、体内受精によって生殖する。オスは正方を、 メスの体表に貼り付け、生死はその皮膚を貫いて、メスの体に侵入し、卵を受精させる。卵を生み出す場合と、体内で孵化するものがある。また、一部の種では、胎盤が形成される体制を行う。熱帯いたウリンの地表や朽木の中などに生息する。肉食性で、小型の昆虫等を捕食する。餌を取るときは、口のそばにある。 粘液線から白い糸のように見える粘液を紛失し、これを獲物に引っ掛けて動けなくする。場合によっては30センチメートルほども飛ぶ。この粘液は防御のためにも使われる。成長は脱皮を通じて行われる。原生種は全て陸生である。これによって、憂爪動物は減損する動物門のうち、原生種が水生及び海産種を含まない唯一の動物門となっている。 有爪動物は、寒不動物、節足動物と共に、反節足動物を構成する。はしご形神経系、人間や爪のある付属子の配置などの解剖学的、構造、遺伝子発現、肺発生の様子はいずれも、節足動物及び寒不動物様の大切性にあることを裏付け、この三つの動物門の単系統制を支持する。一方で、 反接触動物の内部系統におけるこれらの動物門の系統関係は議論的である。これらは線形動物門やエラエイ動物門などの関心系動物とともに脱皮動物を構成する。古典的な分類において、憂詰動物は接触動物の一項とされ、昆虫類、ターシュ類とともに単盟ダーモンを構成する。または接触動物に似た点が多いもののこのような点で、 異なることから、寒腐動物、下形動物、極地動物と合わせて、側接触動物という群にまとめられることもある。また、発見当初は、ナメクジの一種として記載された。関係動物の多毛類に似ている点として、付属子がイボアシ状であること、平な目メ筋であること、生殖油管や人管に専門があることなどが挙げられる。かつては、接触動物が、 関係動物から進化したと考えられたため、この両者をつなぐ位置にあるものと考えられたこともあった。しかし、節足動物と関係動物は別系統、脱皮動物と管理動物である判明して以降、この仮説は指示されなくなっている。アイシュアイアをはじめとして、カンブリア紀の多くのハーシ動物は、一見であり爪動物によく似ている姿を持ち、ゼヌーナ類としてまとめられる。かつて、 これらの動物は原始的な幽爪動物であると考えられた。しかしその後は、節足動物らしい形質を持つハーシ動物の発見に至り、ハーシ動物は幽爪動物だけでなく、節足動物の先祖も含んだ側系統であると判明した。これによって、関節に細分された柔軟な口倉やハーシなど、かつてあり爪動物的と思われたこれらの特徴は、 両者の直後な類縁関係を反映していない、反接触動物の共有原始形質、祖先形質に過ぎず、ハーシュ動物とあり爪動物の類縁関係への再検討がなされるようになった。また、両者の後期に見当たる複足の位置と放射状の構造などの共通点の相動性も、発生学的証拠に否定された。その後、これらのハーシュ動物、ゼヌーナ類は、 種によってあり爪動物のステムグループ、初期の脇道系統に属し、別の反接触動物、カンフ動物及び接触動物のステムグループに属し、独立した別系の反接触動物などの系統的位置が挙げられる。半死動物の一種ハルキゲニアの爪からは、後にあり爪動物らしい一層ずつ積み重ねた構造が確認されており、 これに基づいてあり爪動物の系統に属する説が提唱された。しかし他のハーシ動物のこの特徴の有無は不明であり、有爪動物の系統に特有する派生形質であると断言しにくく、おそらく上絶の特徴のような単なる反接触動物の共有原始形質に過ぎない可能性もある。2018年現在、有爪動物との類縁関係が広く認められる。 ハーシ動物はアンテニクアンソボディアなどわずかな種類しかない。原生種はすべてカギムシメに属し、ペリパツスカとペリパトプシスカに分ける。カギムシツナアニコフォリダ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。